はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、混戦のセリーグ、まあどこが抜け出すかというところについてお話していきたいなというふうに思ってます。はい、今現状ですけども、まあセリーグ、まあもうほぼね、上位の3チームと下位の3チームでもう分かれてしまった感はあるので、まあ4位の DeNA に関しても、まあ優勝の可能性はまあなくはないかなーってところはあるんですが、まあ、あの、上位のね、広島、巨人、阪神の、まあ、争いになってくるんじゃないかなっていうところはね、僕思ってますと。はい。で、まあ、皆さんね、もう僕の結論をさっき聞きたいと思うんで、さっき結論言いますけども、まあ、まだわかんないですよ。まだわかんないですけども、まあ、これからのね、その球団、上位3チームの、まあ、成績次第ではあるんですけども、おそらくですけども、僕の見立てで言うと、カープ、広島カープが僕は優勝する可能性が一番高いんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ今日はですね、その僕がなぜ広島が勝つかっていうところと、まあジャイアンツがもし、優勝するとするならばっていうところに関してちょっとね、お話していきたいなというふうに思ってます。で、まずなんですけど、まあ現状を見ていくとね、今現状、広島が1位で、で、巨人が2位で、まあ、1ゲーム差というところ。で、阪神が3位にいて、まあ、1位と4ゲーム差なんですよね。で、まあ、残り試合で言うと、まあ、広島が41試合残ってて、で、巨人が36試合。で、阪神が35試合というところで、まあまあまあ、もう、ペナントレースも佳境に差し掛かっているというところですけども、まあ、なぜ、ジャイアンツが、まあ、優勝できないか、まあ、できないとは言ってないけども、まあ、厳しいかっていうと、やはり僕は、先発陣だと思うんですね。で、まあ、先発陣見ていくとね、まずジャイアンツの先発陣、まあ、非常に、まあ、1枚目、2枚目、3枚目、まあ、戸郷、山崎、菅野、グリフィン、うん、このあたりはですね、まあ、非常に、まあ、ある程度安定していると。で、まあ、5枚目以降ですよね。まあ、井上、赤星、まあ、西舘、まあ、今2軍いますけど、メンデス。まあ、このあたりが、5枚目、6枚目に入ってくるんだと思うんですけども、現状やっぱり見ていくと、まあ、井上投手も、まあ、良かったり悪かったりっていうところがあるんで、やっぱりこう、計算を立てにくいというかね。いい時はめっちゃいいけど、まだ悪い時も結構あるよねっていうところがあって、まあ非常に、まあ難しいところ。まあ仕方のないところはありますけども、難しいかなって。で、まあ赤星投手に関しても、まあ0勝7敗かなっていうところもあって、まあ今ファームにいたりとかね、するし、日大投手がどれだけハマってくるかっていうところも結構鍵になってくると思うんですね。でもまあその日大投手に過剰な期待を寄せるっていうのは、僕はあんまり良くないかなっていうふうに思ってて、まあその活躍できる要素はあるんだけども、実際まあそこの投手がね、やれるかって言ったらまだ分からないし、まだ投げてもないので。で、実際中止になってるじゃないですか、あの試合が。だから、まあまだ分からないっていうところで、ちょっと計算しづらいかなっていうところあるんですね。で、まあカープとかタイガース見ていくとね、まずカープなんですけど、やっぱ見ていくと、まあ床田、クリ、大瀬良、森下、アドゥア、玉村、野村、森とかね、このあたりが投げてるんですけど、まあ確かに、5枚目、6枚目確かに劣るかもしれないけども、やっぱり勝ててるからね、アドゥアとかも勝ってるし、うん。結果的にこう野村とか森とかを各州で投げさせたりとか、いう風なね、起用法もしてるんで、非常にその、2軍にもね、まだ、まだピッチャーがいたりとかで、そういった駒が非常に先発陣多いなっていうところあるんで、まあ、結局僕何回も言ってますけども、先発の出来っていうのが一番、試合においてね、大事なんですよ。はっきり言ってね。だからそこの、ピッチャー、先発ピッチャーがしっかりしてるっていうところは、一番ね、カープがいいかなっていう感じはしてますと。で、対する阪神も、まあいいんですよね。佐伯、村上、大竹、西勇輝、ビーズリー、及川、青柳。で、帰ってきた高橋っていうところで、まあ、その、高橋とかも、まあ、めちゃくちゃいいよと。もう、この間も見ましたけど、めちゃくちゃいいって。うん。ありますけども、やっぱりこう、岡田監督のコメントとかも聞いてたら、まあ、まだ無理させずに、まあ、球数を、まあ、ちょっと増やしつつ、みたいな感じなんで、まあ、そういったところで、まあ、そういう段階ですと。で、まあ、佐伯投手とかも非常に良かったけども、2試合連続ぐらいでね、3失点、4失点ぐらいしてるっていうのがあるんで、ちょっと疲れ溜まってきてるかな、っていうのはありますと。
で、まあその阪神も非常に素晴らしいピッチャー陣なんですけど、やっぱり、僕的に言うとやっぱりこう先発見ても、まあカープの方がいいんちゃうかなっていう感じはあって、すごくいいですよと。で、救援陣見てても、まあジャイアンツ、まあ非常に、頑張ってますと。で、今、バルノナード選手であったりは、ケラー選手がね、勝ちパターンで投げてますと。で、大勢はすごく安定感あるんで、まあ大勢はいいんですけど、その、まあなんだろう。たまにね、ちょっとボコボコっていかれたりとかね。この間高梨さんとかもそうでしたし、まあずっと抑えることは難しいんだけど、うん。そういったところで、まあ2軍にも菊池投手とかね、すごくずっといい成績出してやってくれてるピッチャーもいますんで、そういったところ、まあ泉選手とかね、あと、はい、とかいますから、うん。そういったところも、ね、入れ替えしながらね、リフレッシュさせながら、リリーフも、フレッシュにするっていうのは非常にありちゃうかなと思います。で、広島もやっぱり救援陣が強くてね、もう本当に、もう阪神もそうなんですけど、みんないいんですけど、やっぱりちょっとやっぱりカープが抜けてるなっていう感じは僕の中ではあるんですね。で、やはり、巨人っていうところを見ると、まあ、ピッチャー陣今言ったように、僕的にはね、この3チームで言ったら、ちょっと劣るかなっていう感じはあるんですよ。ちょっとだけね、ちょっと劣るかなっていうところがあるんで、やはりバッティングというところに関して、やっぱ取り返していかないといけないと思うんですけど、そこで今ね、まあ、カズマであったりとか、岡本選手であったりとか、まあ、坂本選手がちょっと不調だというところ、まあ、特にね、3番、4番打ってますから、そこが不調だとね、なかなか点取れないと。で、逆に下位打線のモンテスとか、門脇とか、あのあたりがね、非常に今調子がいいんで、僕は前々から言ってますけど、モンテスを3番にして、坂本さんを6番とか、あの辺に、6番、7番ぐらいに置いてた方が、僕はいいのかなと思うし、まあ、そうですね。まあ、安倍監督が、まあ、ハヤトしかいないというふうに言ってたけど、まあ、それはわかるんだけど、でも今現状見たら、モンテスを3番に置いてた方が、僕はいいんじゃないかなっていう意見なんですね。で、確かにモンテスの3番っていうのも、確かにね、大事だと思うんですけど、僕は結局、岡本選手がどんだけ打つかだと思うんですね。ちょっと、やっぱり落ちてきてるじゃないですか。で、もう一爆発ぐらいあったら、ジャイアンツ、そのさっき言った投手力がちょっとだけ劣ってるよっていうところをカバーできると思うんですけど、岡本選手の今の調子だったら、多分、カープには勝てないと思うんですよ。うん。って僕は思うんですね。で、今後の日程とかを見ていくと、まあやはり、あと36試合残ってて、6試合松田、4試合甲子園で残ってるんですね、まだ。うん。で、苦手なんですね、ジャイアンツ。松田ではあんま勝ててないし、で、甲子園でもあんま、相性良くないっていうところがあるんで、その試合が、まあ、計10試合残ってるんですね。うん。で、まあ、広島とも9試合、阪神とも4試合なんで、まあ、ビジターホーム全部合わせて13試合残ってると。うん。で、36から13試合引いたら、あと23試合、下位のチーム。だから DNA であったりとか、中日とか、ヤクルトとかでやるんですけど、もうこの23試合、言うたら36分の23試合、下位のチームとやるところで、どんだけ貯金を貯めれるかだと思うんですね。で、松田であったりとか、甲子園で、もし負け越したとしても、他のその23ゲームで、どんだけ取っていくかっていうのが大事だと思うんですね。うん。だからそこで、例えば DNA だったら東でやったりとか、中日であったら高橋宏斗とか、うん。ヤクルトとかだったらね、誰だ？ちょっと忘れましたけども、そういういいピッチャーもいるんで、そこにもね。そこと、当たらないっていうのを願うっていうのも結構大事だと思うし、そこのピッチャーやっぱりこう、強いんで、うん。そこのピッチャーと、まあ、うまくね、もしローテが外れてくれれば、非常に、ジャイアンツにとっても追い風だなというふうに思うし、面白い、争いができるんちゃうかなと思います。で、直近見ていくと、まあ、広島が、20日から25日まで、巨人と阪神の6連戦なんですね。ここがめちゃくちゃ鍵になってくるんちゃうかなと思ってて、ここで巨人がもし3連敗とか、もしするようなことあったとしたら、多分優勝できないですね。うん。で、逆に巨人が3連勝とか、もうすごくまあ2勝1敗とか勝ち越したりとか、して、で、もし、その、阪神戦も、広島が負け越したりとかしてくれたら、ジャイアンツにはめちゃくちゃチャンスあると思うし、逆に、広島からしたら、この、20日から25日っていう、この、まあ、2位のジャイアンツと3位の阪神との当たるっていう、このね、1週間に、まあ、どれだけ、総力戦というかね、どれだけ、こう、なんていう、勝てるかっていうところだと思いますし、もし、広島がもう本当にもう、バチバチ勝ったとしたら、まあ、おそらく広島が優勝だと思いますし、ここで、
巨人が食い下がることができたら非常に、巨人にもね優勝の可能性というのは残されてますし、まあ言うて1ゲームなんで、すぐひっくり返せるじゃないかっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、ここに来ての1ゲームってマジででかいんですね。うん。でましてや先ほど言ったようにピッチャーの駒の先発ピッチャーの駒の数であったりとか、リリーフのね状態であったりとか見てると、僕は非常にカープが強いんちゃうかなと思うし、カープの試合を見てると、非常にその柔軟性というか、そのあんまりホームランバッターみたいなバッターはいないんだけど、まあバントをしたりとかね、進塁打を打ったりとかいうその全員野球的なねところがもうみんなね、同じ方向を向いてやってるなっていう感じあるんで、塊でね来るみたいな、一人で相手と戦うっていうよりかはもうみんなでフォーザチームというかね、みんなで協力して、絶対倒そうぜっていうような野球を本当にしてくるんで、チームプレーであったりとかっていうのはものすごく長けてるチームだと思うので、そういったところでピッチャー陣も安定してるし、こういうね一番ギリギリのところで進塁打1本とかバント一発で決めれるとか、そういったことができるチームっていうのが僕は結局最後勝つんちゃうかなと思ってるんで、僕は広島が最後優勝すると思うんですね。ただ先ほども言いましたように、まあその岡本選手の奮起であったりとか、もう一回復調というか状態が上がってきたりとか、モンテスを3番に起用して一回打線の活性化を図ったりとか、そういうことができ、あと西大投手がハマったりとかね、そういうのがあれば、ジャイアンツも優勝する可能性は全然あると思うんですけど、今現状、まあ予想というかね、するならば、カープというところが一番有利だと思うし、まあ1位にいるっていうのもそうなんですけども、戦い方を見ててもね、非常にこう、まとまってるというか、非常に強いなっていう、強いなというか負けないなっていう感じはあるんで、結局勝つというよりも負けないという戦い方ができるようなチームっていうのが、優勝するんじゃないかなっていうふうに思いますし、ジャイアンツもね、僕はこういうふうに言ってますけども、こういうふうに予想しましたけども、僕は外れてほしいと思ってるんで、うん、皆さんもねいろんな意見あると思いますんで、ぜひねコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。